心境の世界にいる鏡像を操って英雄たちを欺く。しかし玉藻の前はかつて摂政石に封じられたはず。いかにして彼女は自由を取り戻したのか、疑問は尽きない。しかし黒幕が玉藻の前である以上、鏡像を使ってこちらを欺こうとするに違いない。英雄たちは一方、真田幸村たちは他の英雄と出会えぬままに心境の世界をさまよっていた。やがて武田氏敬愛する主君、親愛なる家族からの攻撃。彼らは鏡が生み出した鏡像か。親方様たち本気っぽいな。みんな思いっきり幸村様、やっぱり逃げちゃいます？二人っきりの逃避行。いや、もはや逃げ回るつもりはない。親方様の皆の真意を問う。そう決めたのだ。ここで引きはしない。ならば今こそ進むべき時。宿敵との闘争楽しま。心強き味方が共にある。親方様が決めなくに我らを攻めるはずはない。直接お話しし、お考えを確かめなくと。宿敵は一緒、闘争にて見極め。孫権殿が孤立しているようです。まずは救援を急ぎましょう。仕上げといこうかね。
ス銀行活躍。すべて打ち払い、この勝利毘沙門天に捧げ。あ、皆様、戦ってしまわれたのですか。ですが大火はないようで何よりです。どういうことだ、かぐや殿。詳しく事情をお聞かせ願おう。勝利の祝杯をあげる。遅くなってしまったようですね。皆さん、ご無事で何より。神王様に、カブチ？混乱なさるのも無理はございません。私から状況をご説明いたし。鏡の世界か、何でもありだにゃん。てこ、いえ、今ここにいる方は全てご本人です。申し訳ございません。親方様に槍を向ける。何の気にしなくていいよ。わし楽しかった。私も可愛い剣心との戦いは新鮮でした。姉上、申し訳ありけれども、ここからは早くおさらばしてな。殿と戦うなんて。実は理由はわからないのですが、空間に裂け目でもあるような、完全に閉ざされてはいない気配。ならばその不完全な気配をたどってみよう。ここから出る手がかりを得られるかも。花田の良いものが日頃から世話。